今週のメニューの紹介をいたします。今週もいつもと同じ、酵素玄米ご飯ですね。こちらと具沢山の味噌汁です。メイン料理が、豚肩ロースのビール煮を作ってみました。ビールで煮込むことによってお肉が柔らかくなります。エビとアボガドとブロッコリーの、サラダです。こちらはマヨネーズ仕立てでちょっと甘めに、ドレッシングを作りました。それと今回はピクルスではなくて麹を使った漬物を作ってみました。1日ぐらいで漬かるのでとてもまろやかで美味しいと思います。あとフルーツがいちごです。それでは皆さん、今週もこちらの方に遊びに来てお食事の方を楽しんでください。